家庭教師は家庭に招かれてその家庭の指定の学習を指導する人。家庭など指摘な場所で青少年をマンツー、マン指導をする教師。アレクサンダー・グラハム・ベルの娘に本を読み聞かせるガバネス・イギリスでは近代になるまで一般庶民を対象とした教育機関はほとんど未整備で聖職者の家庭や教会でキリスト教の説教とともに 簡単な読み書きが教えられるに過ぎなかった。上流階級でも指定が教育機関で教育を受けることはほとんどなく、代わりに学者が住み込みで家庭教師として指定の教育に当たっていた。ビクトリア時代の上位中3階級では、幼少期はガバネスと呼ばれる女性の家庭教師が読み書き計算、教養、礼儀作法を教えた。男子は成長するとチューターからより、 高度な教育を受けるか、寄宿舎のある名門校に通うため家を出た。チューターは学者や芸術家であり、自身の専門分野をパートタイムで教えていた。家庭教師を行っていた著名な人物には、劇作家のベン・ジョンソンやトマス・ホップズがいる。アダム・スミスはグラスゴー大学教授を辞めて、貴族の家庭教師になっている。日本でも、明治から戦前あたりまで、 学校の代わりとしての家庭教師が存在した。現代では、主に小学生から高校生に対し、家庭でを教える私的な指導者、教師を言う。保護者が家庭教師を依頼するのは、主に以下のような場合。家庭教師を依頼される人は、以下のような人である。なお、家庭教師をするために、特別な資格は、必要ない。最低限。 偏差値が十分に良い大学の入学試験に合格し、入学した、つまり、家庭教師自身が受験に成功した、という過去の事実、実績があれば、家庭教師の仕事が依頼される可能性がある。なお、実際に、家庭教師の仕事が始まって、教え方が上手だとか、子供との相性が良い、と評価されれば保護者は依頼を継続し、その反対に教え方が下手だとか、 子供との相性が良くないと判断されると仕事は打ち切りとなったり他の家庭教師を探し見つかれば交代となるといった展開となる。なお近年ではインターネット回線速度が速くなったことからオンライン家庭教師も主流となってきている。家庭教師そのものを定義した法律は存在しない。あえて言えば特定商取引に関する法律における 事業者サービスとしての定義ぐらいしかなく、それはせいぜい学校の入学試験に備えるため、または学校教育の補修のための学力の教授といった程度の文言に過ぎない。事業者は法人の派遣会社が主体であり、日本においてはもっぱらこの法人派遣会社が家庭教師を仲介、または派遣することが主流である。その他一部ではあるが産業区分で、 出版社に分類される教材販売事業者が家庭教師サービスを提供していたり、個人営業で生徒を募集している個人事業主であったり、インターネット上で個人契約を斡旋する法人派遣会社と個人事業主の中間形態としての情報サービスもある。市場規模、傾向、展開塾などを含めた小中高校生の受験、または 補修を目的としたすべての学習サービス全体において家庭教師が占める割合は数パーセント程度である。業界の市場規模は300億円から400億円程度と推計されている。学習塾市場の約1兆円と比べて小さいが株式会社トライグループの市場占有率は過半に近い。最近では体育に対応した教師を派遣する事業者もある。 少子化の影響と個別指導塾との競合により、市場全体では前言傾向にある。2004年には西日本地域を基盤とし、当時年賞22億円を誇り大手センターの一角であった家庭教師のファイトが倒産している。既存事業者においては個別指導塾を併設運営したり、インターネットを使った遠隔指導などの派生サービスなど、個別指導塾化。 遠隔指導のいずれ、もしくは両方を運営しており、学習塾など他の学習サービスと同様に少子化に伴う競争が激化している。競争が激化する中、事業者の営業活動は大きく分けて、商談即日契約と面会後日契約の2つが目立つ。商談即日契約の場合、利用者は商談時の説明によって即日入会を判断する。 この事業者には自社アピールができるというメリットがある。しかし、競合時には自社が絶対的優位になるためのセールスを余儀なくされるため、利用者には客観的な判断が求められる。一方、面会後日契約の場合、利用者は担当教師に会って体験してから翌日以降に入会を判断する。この事業者には特別にセールスする機会はなく、 紹介する教師が良くなければ、顧客獲得にはつながらない。市場の動向としては後者に関心が高まっている。ありがとうございます。